あれはエルドリエとコソギとハガシか。何を話しているんだろう。そう言われてもな。簡単な話だ。我々と勝負。お前にも名誉が与えられる。何も悪い話ではなかろう。どうだ、やってみぬか。しかしな。いや、三人で何を話しているんだ。ん？なんだお前か。なんだはないだろう。珍しい顔ぶれだから気になったんだ。ふん、お前には関係のない話だ。なんだよ、釣れないな。どうでしょうか。悪くないな。おい、こっちは二人いるのだ。だからそっちも二人で参加しても良いのだぞ。2対2、これならば公平だろう。エルドリエと俺が？一体どういうことだ。勝負を挑まれたのだ、山ゴブリン族からな。勝負？面白そうじゃないか。詳しく聞かせてくれよ。よかろう。お前から説明するのだ、コソギ。は。我々山ゴブリンはエルドリエの戦いぶりを称えたい。そうだ、人海人にも強い奴はいる。それは素直に驚いた。だが我々山ゴブリン族も負けてはいない。それを示すためエルドリエに勝負を挑みたいのだ。そうだ、勝負だ。勝負をしろ。何も殺し合いをしようというのではない。互いの強さを示すだけだ。どうだ、山ゴブリン強い。我々は強い。なんだそういうことか。いいじゃないか、受けてみれば。いいや、仮にも私は正合騎士だ。自分の判断で気軽にこのような勝負を受けるわけにはいかん。騎士の誇りに関わるからな。こういったことは騎士長にベルクーリ閣下に相談しなければ。ふーん、俺は別に一人で勝負を受けてもいいんだけどな。なんだと。おう、さすがは剣士キリトだ。一人でも我々と戦おうとするその勇気、立派なものだ。いいぞ、勝負は派手に越したことはない。いや、そこまで言われると照れるけど、でも構わないぜ。俺一人でも勝負を受けたって。待て、何も私は勝負を捨てたとは言ってないぞ。ベルクーリさんに許可は取らなくていいのか。ふん、それはあくまで口実。気が変わった。おい、その勝負我々二人で受けるぞ。だってさ。よし、決まりだ。人間と山ゴブリン、どちらが強いか。負けないぞ。勝負の方法は時期が来たらこちらから伝えよう。それまではせいぜい力を貯めておくことだ。血がたげるぞ。では我々はこの辺で失礼する。あんなこと言われたけれど、対策でも立てておくか。どのような勝負であろうと山ゴブリンに遅れを取るはずもない。いらぬ心配だな。へえ、大した自信だな。当たり前だ。言っておくが、私の邪魔をするなよ。へいへい、分かったよ。